ワンタン、はい、どうも、こんにちは。ザワと申します。ノブラクシ実況、続きやっていきましょう。ということで、センサールートをやっていくんですけれども、いやー、バレましたね。いや、すごい、簡単にカンパされましたね。はい。まあ、というのもね、もう、たくみくんがさ、そういうムーブ取るから、ダメなんだよ、もう。いや、ちょっと、俺は庭の掃除をしておきます、みたいな。いや、それ赤いやろ、と。で、まあ、それの、ちょっと影響もあってか、まあ、セナさんもね、ちょっと落ち込んじゃって、みたいなところもあってね。はい。まあまあ、こっからね、まあ、どう落とし前をつけてくれるんだ、というところで、じゃあ、たくみくんね、ね、頑張れよ、というところで、じゃあ、続きの方見ていきましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ございます。お、セナさん、では本日も仕事をお願いしたいのですが、藤島さん覚悟は終わりですか、ということですね。あ、はい、何でしょうか。朝の仕事はどういたしますか。本日も庭掃除にしますか。お、お前はヘタレか、それともみたいな感じでちょっと試されてるな、これは。あ、いえ、今日は築山さんと朝食の準備の方。お、いいね。まあ、さすがにな。いいに決まってるじゃないですか。嫌がる理由なんてありませんよ。築山さんも、それで構いませんよね。はい。私は構いません。それでは、よろしくお願いいたします。合格だってことかな。はい。さてと、それじゃあ行きましょうか。今日の朝食は何を作るとか決めてるんですか？トーストを作ろうかと思ってます。あー、飯テロ来ちゃった飯テロ来ちゃった、やべえ。それは美味しそうですね。今から楽しみですよ。あらまあちょっとな、一回な、一回そういうのがあるともうこうなっちゃうからな。まあこれはちょっとね、ちゃんと弁明ではないけど、なんと分からせないとな。では本日の仕事ですが、築山さんは選択を。てかさ、思ったけど、早く告白しろよ、もう。早く告白しろよ。遅えんだよ、もう。もう告白すれば全て解決するんだから。まあでも、まあでも前回言ってたけど、そうか、でも告白して、ね、そうそう、なんだったっけ。まあ、万が一振られて、その、なんていうのかな、こう、今辛い状況にいるのに、こう、匠くんに頼れないみたいな、ね、その振った相手に頼るみたいな。ことはね、ちょっとやっぱりできないだろうし、みたいな。だから抱え込んじゃったらより危険だから、みたいなね。ことなんだろうけど。いや、でもね、行くべきだと思うな、それでも。俺は。藤島さんには掃除をお願いしたいと思います。よろしいですね。はい。あ、ちょっと待ってくれる？お。はい、何でしょうか。だからもう、あかりさんがさ、あれだね、セナさんにこう、いろいろと、ぐいぐいさ、たくみくんについてさ、ねえ、こうぐいぐいさ、聞いてった方がいい気がすんな。セナにちょっと用事があるの。お、だから、部屋に来てほしいんだけれど、いいかしら。それそれそう。あかりさんの方からね、こう、背中を押してくれるとな。まあ、たくみくんも行きやすいからな。セナなら大丈夫よ、みたいな。私は大丈夫ですが。お。そんなに時間は取らせないかな。わかりました。では、その後で洗濯をお願いいたします。はい。それじゃ、一緒に部屋まで来て。そうして二人はそのまま階段を上がっていく。用事って何でしょうね。そう、私も何も聞いておりませんので。一体何なんだろう。それで、あの、私に用事とは。何聞くんだろうね。どういう聞き方をするかだな。昨日からセナの様子が変だから気になって。大丈夫？そうですか。そんなことありませんよ。私はいつも通りです。その割には藤島さんのことをよく見てるみたい。行くね。なるほど、そういう切り出し方な。何か気になることがあるんじゃないの？それは、セナは昔から私のことを助けてくれたわよね。だからセナが困っているなら私も力になりたいの。あかり様。お、それでは、あの、ちょっとだけ相談に乗っていただいてもいいですか。この流れは
かなりいい流れですね。そのために呼んだんだから何でも言ってくれて構わないわ。実は最近藤島さんの様子が変な気がして、なんだかちょっと避けられてるって気がしてたんです。でも昨日の帰りは一応会話ぐらいしてたように思ったけれど。はい、お話はしてくれるようになりました。でもなんだか違和感が。いやでもさ、こんな、まあでもあれだけじゃないんだろうけど、あの一回のさ、その庭掃除をみたいなさ、あれからさ、やっぱこんなにこう気になっちゃうというか、まあそこからやっぱそのなんていうのかな、うわちょっとやばいのかなみたいな感じになっちゃうんだろうな。ねえ、なんか俺ここまでちょっとね、すごい恋愛したことないんで。まあそういう気持ちにちょっと共感はできませんけれども、なんかちょっと若干のそのズレじゃないけどさ、ちょっとこう、ね、一回ちょっと俺はちょっとへたれて、みたいなさ感じでさ、ね、避けちゃうと逆にね、相手方こうなっちゃうんだな。無理をして、私に話しかけてるような。な感じがするんです。好きだからなんですよくそあいつ逃げたぎってるだろうなこれ、あかりさん。もうバカなんだから。バカだからなえ、バカ。ううん、なんでもない。藤島さんが変だからセナも元気がなかったってことなの？もしかして嫌われちゃったのかなって。お、風の時手を握ってもらったり、夜に突然抱きついたり、いろんな迷惑をかけちゃいました。迷惑それが迷惑だとしたら男は何を迷惑だと思えばいいんですかそんなのなあ、ご褒美でしかねえんだよ。それも仕方ないことだと思うんですが。え、本当は逆なのにね、あかりさんねとにかくセナの元気がない理由はそこなのね。藤島さんに嫌われたかもしれないって。はい、そうなります。ふん、やっぱりセナって藤島さんのことが好きなのね。お、いやだからセナは藤島さんのことが好きなんでしょ2回目やん。大寒波2回目ですよ。まあ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 、そうなりますわな、セナさんもな。今更突然何なんですか、あかり様ったら。藤島さんのことを好きかどうかなんて。うん。まさか、もしかしてあかり様は藤島さんのことが。それで、ライバルの確認を。ライバルの確認なるほど。ああ、じゃあこれでもう、あかりさんは、背中を押せるようになりましたね。なるほど。あ、セナさんもなんだ、みたいな。よしと。よし、匠。行けと。お前はもう何も心配することはない。違うから。あら。別に私は藤島さんのこと、なんとも思ってないからね。何ですか、そのツンデレ。何ですか、そのツンデレ。ちょっとあかりさんルート行けということですか。わかりました。2回目行きましょう。私も嫌いではないし、一人の人間として尊敬する部分もあると思う。ああ、そうか。なるほど。でもそれは決して恋愛対象じゃない。私は恋愛なんてしないもの。あんというか、今は私のことじゃなく、セナのこと。じゃあね、ホットコーヒーをじゃあ作って持っていくしかないですね、本当にね。好きなんじゃないの？あの人のこと。それはどうしてあかり様はそんな風に思うんですか。お、見ていればそう思うわよ。今だって嫌われたんじゃないかって気にしてるじゃない。それってやっぱり好きなんじゃないの。まあ嫌われたくないっていう、でもまあなんていうのかな、そのどういう意味での好きかっていうにもよるけどね。その嫌われたくないみたいな感情ってさ、なんか、なんていうの、ただ単にさ、
こう、まあ、道具としてじゃないけど、まあ、セナさんがね、そこも、そんな、なんか感じ方する、ね、そんな思い方するとはさ、思えないけど、まあ、なんだろうな、たくみくんをこう、ね、お父さんの代わりとしてさ、こう、いい道具じゃないけどね、うん。この人安心するから、まあ、それだけしか見てません、みたいなね。うん。そういう線もね、ないにはないけど、まあ、セナさんに限ってはって感じだよな。はたから見てるとそうとしか思えない。まあね。でもなぜか本人たちは互いの気持ちに気づかないのよね。それが恋愛というものです。私、藤島さんといると思うんです。この人は温かい、一緒にいて心地いいって、ずっと一緒にいたい、藤島さんのそばにいたいって思います。私はセナに大切な人ができて嬉しいと思ってる。できればこのままセナには幸せになってほしい。いやでもさ、すごいよね。もう一回さ、停電してね、えなんかちょっと恐怖心が出てきちゃってね、そういうところからちょっとね始まってって、あれですよ、ねえ、ちょっと外に連れてって風邪ひいちゃってねえ、その看病をして、でこれですからねそっからね、紆余曲折あって、いやー恐ろしいもんですね本当にもう一つのきっかけね、えもう一つ二つのそのきっかけでさ、こうなっちゃうわけですから。ありがとうございます。あかり様のお気持ち嬉しく思います。でも嬉しそうな表情には見えないわね。セナは藤島さんに告白しようとは思わないの？告白ですか？告白なんて私にはできません。おう、どうして？私、藤島さんと一緒にいるとお父さんみたいって思うんです。あー、やっぱ良くも悪くもってやつだな。なんかそのね、お母さんのようにこう思われたくないみたいなね、女性がいるみたいなのと同じで、なんか自分がこう お父さんみたいにね、こう好きになってしまったら、なんかこうズレが生じてしまうんじゃないかみたいなね。もしかしたら私は藤島さんじゃなく家族の面影を追いかけてるだけじゃないのかなって。うん。だからこの今抱えている感情はもしかしたら偽物、勘違い、もしくは辻褄合わせじゃないかって。まあそうとも、まあ思えなくはないわな。だからそのために、まあ藤島さんを利用するじゃないけどね、まあさっきの話じゃないけど、まあだからそういう感じですよね。セナ、藤島さんを利用したいためだけに、うん、自分をごまかしてるのかもしれません。もしそうだとしたら、そんなの最低だと思うんです。だから告白なんてできないです。まあ否定できないんだな、そういう自分を。まあそのお父さんみたいだと思った自分は本物だから。あー確かにな。こんな卑怯な私を好きになってほしいだなんてでもな、セナさんに限ってなんかな、それその利用するだけみたいなね、ことってありえないと思うんだよな。ここまでね、なんか思ってくれてて。だから最近藤島さんの様子が変なのも、私の卑怯な心に気づいて嫌いになったんじゃないかって思って。まあ、そうだとしたらレベル高いけどな。そんなね、男はそんなかがあの考えてないですあー胸気持ちいい、もうなんか肌気持ちいい、なんかすべすべみたいなことしか考えてないんで大丈夫ですバカなんでね。もううわすごい匂いが、うわいい匂いみたいなね、はい、もうそんなことしか考えてないです。なんかそんなね、うわ卑怯だ、あこいつ卑怯だとかね考えてないです。それは違うわすいません、セナの考えすぎよ。そうですかすいません。まあ男性にもいろいろいますし、まあセナさんもないろいろありますから、それは違いますよね、あかりさん、すいませんなんか俺に言われた感じだったわ、それは違うわっつって。そうだと嬉しいです。本当は一緒にいてほし
なんで？でも私は弱いから、藤島さんに一緒にいてほしくて、嫌われちゃうのが怖くて。わかりました。もうこれはあれですね、あかりさん、たくみくんに言ってもらうしかないですこれ。たくみくんにもう覚悟を決めてもらってね、たくみくんから告白させるしかないですねこれはね。はい、そう、うん、わかった。ごめんね、困らせるようなことを聞いて。そうですね、あかりさん、行きましょう。私ダメな子です。そんなことない、セナはダメじゃないわ。それは私がよく知ってる。あかり様、ありがとうございます。ううん、セナの気持ちは十分わかった。こんな変なことで呼び出してごめん。いえ、お気になさらないでください。私の方こそ心配をおかけして申し訳ないです。それじゃあ私はお仕事の方に戻りますね。大丈夫？もう少しこの部屋でゆっくりしてからでもいいのよ。いえ、平気です。それに早く戻らないと変に思われちゃいますから。何かあったらいつでも部屋に来てくれていいからね。はい、ありがとうございます。それでは失礼いたします。まあでもあかりさんのね、こうあかりさんとのこう話でさ、会話でさ、まあセナさんもちょっとね、若干こう自分の気持ちを話せてスッキリしてる感じはあるかもしれないね。なんか怖いんだけど。何これ、てん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 二行みたいなさ。ちょっと凄まじい、なんか怖さを感じるんだけど。似た者夫婦っていうか、自分の気持ちには気づきにくいものなのかしら。もう夫婦にしてますやん、もう。あかりさんもう頭の中で夫婦になってますやん。こっちもどう考えたって好きってことでしょ。まあな、家族の面影を追ってるのも本心だと思うけれど、相手のことを好きかどうか悩む時点で好きになってるってことだと思うのよね。なるほど、なんかすごい哲学的なこと言いますね。心理学的なことなのかな。好きなのかなーってこう悩んでる時点で、好きになってるってことだとあかりさんは思ってるらしいです。はい、世の中の人ね。じゃあちょっと俺を一行しといてくださいね。他のギャルゲでもね。ね、この言葉、あれもう悩んでる時点でそれも好きになってるってことなんじゃないですかっていう。さてどうしたものかしらこれ。どうしましょう。だから、たくみくんに行かせるしかないっすよ。ね。お。いや、だから、セナは藤島さんのことが好きなんでしょ？ガーンでしょ。この後面白かったけどね。セナは藤島さんに告白しようとは思わないの？そんなの、できるはずない。藤島さんを。お父さんの代わりにしようだなんて。自分が寂しいからって相手を自分のためだけに利用するなんて最低だから。少なくとももし誰かがそんなことをしてたら私は最低だと思う。まあでもそれだけ、そのためだけの可能性もね、なんか自分の中ではこう否定できないっていうところはあるんだろうな。そこまでね、たくみくんのことが好きなのかって言われるとまだわからないみたいなねところがあるから、ちょっと恐怖があるんだろうな。それはきっと藤島さんを傷つけることにもなると思う。だからそんなことできない。まあ、試してみるっていうのも一つの手ではあるけど、まあでも試したことによってね、今度は相手も傷つけるみたいな。なんかお互い、もどかしいな。付き合うことによって傷つくかもしれないみたいなさ。なんかね、すごいさ、お互いこう繊細だからさ。お仕事をしないと。お洗濯、お洗濯。いいね、なんか似た者同士ですな。考えても仕方ね、お仕事お仕事みたいな。まずは手洗いしなくちゃいけないものを、いけないものを分けないと。マジ似た者同士だよな、セナさんルート。これは洗濯機で大丈夫、これも大丈夫、こっちはダメかな、あとこれは、お、あとこれは、藤島さんの写
シャツ。おっとくんかくんかしちゃいますか。これは洗濯機で大丈夫だよねと言いながら、こう顔の前に持ってきてと。だからこっちなんだけど、瀬島さんのシャツ大きいな、私とは全然違う。いやでもさ、別のね、その体験版の別のメーカーさんの体験版とかでも言ったんですけど、あのさ、男性がさ、女性のものをさ、くんかくんかしたりとかさ、するのとさ、女性が男性のものをさ、くんかくんかするのとさ、やっぱ意味合い違うよね。やっぱさ、見てて、なんだろう、女の子がさ、なんだろう、男性ものをくんかくんかしてたら、ほっこりするもん。逆に。男性だったら、お前、ふざけんな、もうキモーってなるけど、それなんかすげえあるよな。女性優遇じゃないけどさ。いやでも実際なんか俺はそう思うな。肝とはなんないな、女性がこうくんかくんかしてたら。お、あら、なんとなく抱きしめてみる、なんとなく。やっぱりぬくもりはもうないよね。そんなの当然だよね。でも匂いは藤島さんの匂いがする。いい匂い。この匂いを嗅ぐだけであの時のぬくもりを思い出せる。強く抱きしめてもらって、頭を撫でてもらって、まるで子供みたいな私をあやしてくれた藤島さん。優しくて温かかったな。いけない、ちゃんとお仕事しないと。最後にもう一度だけ。月山さん、そこにいるのですか。いやでもさ、セナさんね、セナさんはもう多分音がめないどころか、多分押され、あのなんていうの、グイグイ背中を押してくれんだろうな、千秋さんも。何をしてるんですか。あら、それは藤島さんのシャツじゃないですか、何をしてたんですかみたいな。あ、すいません、これはみたいな、気をつけてくださいで終わるけどさ。でもねえ、あの匠くんがそれやってると、ちょっとこれはどういうことですかと。どうしよう、藤島さんのシャツをん匂ってたなんて言われたら、これん匂ってたね、いいのかな、かいんじゃないよね、匂ってたなんて知られたら変態扱いさ。いや大丈夫大丈夫大丈夫、変態若干扱いされるかもしれないけど、女性は全然大丈夫。女性の場合はね、そこがそこだよな、なんかずるいよな。とにかくここから逃げないと。いい変態扱いだからな。月山さんの気配がしたように思ったのですが、気のせいでしたか。あら、分かってるくせに。私も実践を離れて久しいですから、少々鈍ったのかもしれない。なんですか実践ってね、千秋さん。千秋さん、なんですか実践って。ちょっと聞き慣れない単語があるんですけど、実践っていうのは何でしょうか。何をやっていたんですか過去に。気づかれてないよね。すげえ実践が気になるんだけどな。よかった、変なところ見られなくて。いや全然変じゃないんで大丈夫です。女性は心を落ち着かせて早くお仕事に戻らないと。持ってきちゃった。あらあら、強く握りしめたままだった藤島さんのシャツ、ちゃんと洗濯しないと。でも洗濯したら匂いが落ちちゃう。そうだね、まあなんか脇あたりとか首元とかね、濃い匂いがありますよ。から、あら、その前にもう一回だけ。シャツを嗅ぐと先ほどと同じ安心できる香りが。安心できる香りなんだな。鼻孔をくすぐる。へぇー、まあ、好きな人の匂いは安心できんのかな。なんだろう、なんか背中だっけね、なんか40代50代とかになるとすげー匂ってくるらしいんだけど、でも女性好き、その匂いが好きな女性からすると、なんだろうなさ、普通に考えたらうわくっさってなるんだけど、親父くっさってなるんだけど、好きな人からすると全然ね、匂わないみたいなね。なんか面白いっすよね。何なんだろうね、あれはね。男の人の匂い、
藤島さんの匂い。なんだか胸がドキドキする。この匂いを嗅いでいるだけで鼓動が速くなっていく。こんなの変態さんみたい。いけないことなのに。ちょっと待って、藤島さん。待って、いけないことなのにっていう言葉が入ってきた時点でちょっと察してしまったんですけど、これまさか例の行為するんですか。最後と決めたはずなのにもう一度匂いを嗅ぐ。その匂いを酔うみたいに意識がぼーっとしてきて、でベッドに転がり始めて、まるで本当に一緒にいるみたい。うん、藤島さん、藤島さんの温もり欲しい。嬉しいだろうなこれ。俺たくみくん聞いてたらな、バサーガサーでもうね抱きしめて、まあぬくもりを与えるしかないですね。中にね、匂いだけじゃ足りない、もっと欲しい、抱きしめて欲しい、ギュッてして優しく囁いて欲しい。囁く、私ダメだな、いけないのに。ちゃんとこの気持ちには歯止めをかけなきゃいけないのに。なのに求めてしまう藤島さんの匂いを、そのぬくもりを。胸のドキドキは早くなる一方で収まりそうにない。そして私は、自分の体に、手を伸ばした。はい。ということで、今回はですね。まあ、だろうな。いけないのにって入った瞬間に、ちょっとね、今までのユズソフトさんの傾向をね、ちょっとね、もう3作ぐらいやってますからね。わかりますよ。しかもメイン4人中3人のやつやってますからね、俺。もう傾向わかっちゃうんだよな。もう何ていうの、あっちもすごかったし、ドラクリもすごかったしな。うん、もうね、もう結構わかっちゃってるんですよね。はい、ということで。まあ、こっからは、じゃあ、皆さん、買ってみていただければなと思いますので、じゃあ今回は以上にしたいなと思います。次回は、じゃあ終わったところからですね。はい、それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。